どうも、のっちん TV です。本日はですね、ドラゴンクエストウォーク、こちらのゲームで、パロックエッジ。この武器、攻撃力と攻撃魔力を込めるっていう武器なんですけど、これについてね、最強心セットを検証した結果、なんか意外な結果、まあちょっと面白い結果が出たんで、それについて説明していきたいと思います。で、今回ね、なかなかその検証が難しくて、まあ、自分もこの動画収録何回も撮り直した。で、プラスあと検証でもかなり時間かかってて、まあ、今回ね、難しい内容になるかもしれないんで、ちょっとね、飛ばして聞いてもいいですってとか飛ばしてもいいし、まあ、ちょっとね、見方も説明しながらやっていきたいと思います。で、まず今回ね、検証する武器はこのバロックエッジ。ボルケーノウィップとかも同じなんですけども、攻撃力と攻撃魔力を込めるっていうね、2つのパラメーターがまず基礎ステータスから持ってかれるっていう武器です。で、今回はまずね、ラッシュバーストのイオ属性の方を検証しました。いや、キラの方もあってさ、あとギラの方で言いたいのもあるから、次の動画でね、キラ属性の話をするんで、ぜひともチャンネル登録して次の動画も見てください。で、装備はこんな感じ、まあ、攻撃魔力も込めるからルーンバックラーとかでもいいかなとかね、まあ、あと攻撃力の指輪、ガータベルトは攻撃魔力っていう風に、まあ、ちょっといろいろつけてます。ここら辺もちょっと変わるかもしれない、結果次第では。で、防具はね、バロックシリーズなんだけど、まあ、これはギラ属性ダメージなんであんま関係ない。で、ギラの時も 11% もらえるけど、まあ、防具でどうこうっていうのはない。武器ね、まずね。で、今回はこのね、武器のこの攻撃魔力、攻撃力、そういうのがどういう風に反映されるかっていうのをね、ちょっと検証しました。で、まずいつも出してる攻撃指数っていうのをね、ここに表示しました。イオ属性で使う場合、まあ、最強になってるのはキングスライム。まあ、これはね、検証どうしよう、どうやってやろうとね、最強になるのは間違いない。で、なんでかっていうと、まず力が98でしょう。で、攻撃魔力が34。このね、青の心の攻撃魔力が高いんだよね。だからこの合算する武器において、マジで飛び抜けた数値になる。だからキングスライムについてはね、その最強に入ることの疑いの余地がないんで、まあ、ここはね、確定です。で、一応この数値が98力で攻撃魔力が34。で、斬撃が 7%。で、斬撃がもうちょっとパーセントいくとかもあるんだけど、まあ軽く見積もって、斬撃 1% あたり3で計算してます。で、それが153という数値。で、今回はラッシュバーストのイオ属性を使っていくんで、まあ、会心の値は関係ないんで、会心なしと会心あり、両方の数値を表示しています。で、まあ、会心込みだとさらにね、165っていう数値とか、まあ、もっといくんだけど、なるから、まあ、ここは揺るぎない不動の枠ですね。で、次にね、まあ、確定で入るのがこのセルゲイナスですね。セルゲイナスも力93、で、攻撃魔力も26。これも黄色の心でね、攻撃魔力20後半あるのは強くて、合算したらマジで強いじゃん、まずね。93プラス26で、合算で119とか。で、さらに今回、斬撃3、そしてイオ7つくんで、めちゃくちゃ強い。まあ、ラッシュバーストで使っていく場合、セルゲイナスがね、マジ外れない。で、ここら辺はまずスタメンなんだよ。ここら辺はまず疑いの余地がない。で、今回入れてるのが、まあ、ゾーマですね。ゾーマが力9、攻撃魔力141。で、呪文ダメージとか暴走率っていうのは、このラッシュバーストとか、まあ、魔法戦士の武器には関係ないんで、特殊効果の場所は全く関係ない。ただ基礎ステータスが超高いから、単純に足して150。力9と攻撃魔力141ね。そういう数字になってます。で、あとはキラーマシンつけてるんですけども、これもめっちゃ優秀で、まず力70。で、攻撃魔力がね、さっき言ったように高い。29。で、ここで99じゃん、数字が。で、さらに斬撃が12あるから、まあ、135って表示しています。で、まあ、ここら辺をつけてても普通に強いんだけど、今回ね、検証っていうことで、まずね、やってみたのが、バラモスブロスの心ですね。一応、ミミックの心っていうのもあるんだけど、ミミックはイオついてないから、今回はなし。で、次、ギラで言うときに、まあ、ミミックが超強いって話があるんだけど、それは次の動画でやります。で、バラモスブロスなんですけど、まあ、これが、普通にイオでもギラでもどっちでも使えるかなっていうところがあるんだよね。まあみんなそう思ってると思うんだけど、いやー今回マジ意外な結果だった。で、バラモスブロスが力46、攻撃魔力が66、で、足すと112、基礎ステータスがある。で、今回関係するのはイオ属性ダメージ 7% がある。
で一応これを単純に、まあ、3とかで計算したらバラモスブロスの指数が133になります。でここまではまあふーんっていう感じでいいんですよ。でこうなってくるとまずねこのキラーマシーンとかバラモスブロスは135と133でどっちが火力出るんだろうっていうのがね気になって検証してみました。でまずね今回ちょっと難しくなるんで動画の見方を説明すると、この意を攻撃指数っていうのはまあ物理だったらね単純な話だったんですよ。あの攻撃魔力を合算するっていうのがないから普通に力とねあと大義とあと意を属性とか属性ダメージだけを計算すればよかった。だから今までに出したこの攻撃指数とかの動画は全く間違ってなくて、物理の場合はそのままねこの数字順にやっていけばよかったんだけど、今回ね攻撃魔力も合算されるから、じゃあこのバラモスブロスを入れた場合、攻撃魔力はバラモスブロスの方が高いから、その攻撃魔力の反映がどのくらいになるか、力の反映がどれくらいになるか、それでさ火力が変わってくるんじゃん。であとは斬撃とイオ属性とかの違いがあるんだけど、一応ねドラクエウォーク界の検証ではこのイオ属性ダメージとかね属性ダメージの方が強いんじゃないか説があるんですよ。なんでこの数字一応ね簡略化して書いてるんだけど、キラーマシン135でバラモスブロスが133だった場合、まあ、イオ属性の方がそれより反映値が高いとしたら、バラモスブロスの方が火力出るんじゃねみたいな、まあ指数的にはだいたい同等なんだけど、イオ属性ダメージアップの方が効果が高いっていうことでバラモスブロスの方が火力出るんじゃないかって説がある。なんでまずはここをね検証してみました。まずはこの心でキラーマシンでやってみました。で検証方法なんですけども、ドラクエウォークのダメージ計算をするときに、その一発殴ってあこのダメージでした、じゃあこっち変えて一発殴ってこのダメージでしたっていうのは乱数というものがあって正確に比較することができません。で乱数でダメージが上下するから、その一発殴ってこのダメージでしたとかはまあほんと目安にしかならなくて、そんなの上下して全く入れ替わる可能性があるんだよね。でこっからはねちょっと難しかったら聞き流してもらっていいんだけど、ドラクエウォークとか、まあ、ドラクエシリーズでは乱数がプラスマイナス16分の1で変動するみたいのがあります。で16分の1変動していくって場合は、その乱数の差が、まあ、パーセンテージに表すと 13% の差が出るみたいのがあります。だからまあ最大ダメージと最低ダメージが 13% 離れていたら、まあ、その真ん中の値を取るとそれが基礎ダメージで、そうするとその乱数の影響を排除できて、まあ、その基礎ダメージで比較することができる。だからその乱数で上下した分は関係なくね、普通にどのくらい強いのかっていうね数字が出るっていう感じです。まあ、ちょっと難しかったらここはもう全然あそういうもんなんだふーんっていう感じで聞き流してください。でまずキラーマシーンでその基礎ダメージを出したんですけど、こちらになります。で最大ダメージが909で最低ダメージが802で、基礎ダメージがね 855.5 になりました。これがキラーマシーンの数字です。で次にさっき言ってたねバラモスブロス、他の心はそのままでキングスライム、ゾーマ、セリゲイナス、そんでバラモスブロスにした場合の数値がこちらになります。最大ダメージが882、最低ダメージが781で、基礎ダメージがね 831.5 になりました。まあ、これねちょっとねパーセント取ると、まあ、13とか12とかもっとね幅をね広げることもできると思うんですけども、明らかにね優位な差が出たし、まあ 13% の近似値が出たんで、ここで優位な差が出て明らかになったんでこういう風にしています。でこう見ると特殊効果ね、イオ属性ダメージとか属性ダメージの方が効果が高いっていうのが一応あるんだけど、ドラクエウォークではそれではバラモスブロスの方が火力出るかなと思ったんですけど、キラーマシンの方が火力が出ました。殴ってるモンスターはねその陽耐性とかなくて等倍のモンスターなんでそこは関係ないんですよね。で斬撃とかよりねイオの方がまあその力換算では効果が高いからね、同じパーセント表示なんだけど属性の方がいいっていうのが、まあ、あるんだけども、それを打ち破ってねキラーマシンがね強いっていう結果になりました。なんでちょっとね自分の仮説なんですけども、ここでこのバロックエッジとか、まあ、ボルケーノウィップもそうだと思うんですけど、この武器は一応この力とね攻撃魔力を込めるんだけど、攻撃力とかねその力の方が反映値が高いんじゃないかなっていうのがあります。まあ、力とね攻撃力っていうね違いがあると思うんだけど、まあ、一応それも抜きにしても力がね高い方がね攻撃力に反映されやすいのかなっていう仮説があります。
いやちょっとねこれはもっと厳密に計算してなんか計算式とか分かればもっと正確な答えが分かると思うんですけど、なんかね普通にキラーマシンの方が火力出るんだよね。普通にその数値的にはさ同じぐらいでさ、属性ダメージの方が強いんだったらバラモスブロスの方が強いんじゃねって思ったんだけど、まあ、そうはなんなかった、まあ、まずはねこのキラーマシンが最強心セットに入ります。でその繁栄の仮説とかはちょっと置いといたとしても、まずはねキラーマシンが強いっていうのが分かりました。いやこれもちょっと意外だった、まあ、意外だったっつうかね、ファラモスブロスがね使いどころなくなっちゃうよっていう感じなんだよね。まあここまででね何言ってんのか分かんないってなった人は、最終的に最強心セットっていうのは明らかにしてっから、まあ、そこも見てもらえればいいと思います。でまずはここまでではキラーマシンの方がバラモスブロスより強いっていう結果が出ました。で次になんかその攻撃魔力の反映値とその力とね、この基礎ステータスがなんか力の方が反映力が高いんだったら、じゃあこれはどうでしょうかみたいのを思ってねやってみました。次にやったのがねスムリンママ。スムリンママは力が86で攻撃魔力が21で斬撃が7っていう感じなんだけど、まあ、ここでねまあ、ゾーマと比べるとめっちゃわかりやすくて、ゾーマはその斬撃も、まあ、イオ属性もついてないから、もしその基礎ステータスだけの話で言ったんなら、まあ、ゾーマの方が火力が出る。で斬撃 7% っていうのをどのくらいで換算するかなんだけど、左のね攻撃指数で書いてるようにスムリンママ128って言ってるんだけど、これは斬撃力3換算でやってんだよね。で例えば斬撃7をね力4換算にしても135なんだよね、そのステータスで。斬撃を例えば5換算だとしたら、まあ、142とかの指数になるんだよ。まあ明らかにゾーマの方が強い。でそうなってくると、まあゾーマの方が火力出るし、まあ結構圧倒的な差がつかないとダメかなみたいな感じで思ったんだよね。でそこで検証してみました。でまずはゾーマのねつけたバージョン、キンスラゾーマキラーマシンセルゲナス、これは出したさっきの基礎ダメージと同じで 855.5 で、ここをねスムリンママに変えた場合どうなるのかっていうのをやってみました。スムリンママに変えた場合、最大ダメージが904、最低ダメージが798で、851が基礎ダメージっていう風になりました。まあ、その差がまあ 4.5 で、まあゾーマの方が強いんでその攻撃指数っていうのでは間違ってないんだけど、でじゃあさっきねキラーマシンの方が強かったんだけど、バラモスブロスはどうでしょうかみたいな感じになる。実際にねダメージを計算してみたらこんな感じになった。最大ダメージが910で、最低ダメージが804で、基礎ダメージが857っていう風になりました。でここでねまずはダメージ的にはブロスの方が出るっていう感じになってます。なんでねこれねちょっとね2つのことが分かった。まあ、まず1個目はちょっとね攻撃指数が変わってるかなっていう感じ、ちょっとね修正後出します。はい、こんな感じですね。まあ、バラモスブロスの方がダメージが出るんで、計算式をちょっと変えてバラモスブロスが154ですね。でここがかなり今回の検証で学びがあった。でちょっとねまあこれこの魔法戦士の武器だけかわかんないけど計算式がね変わったわ。で斬撃とかのねパーセントの換算値が上がった。でイオとかも上げたんだけど、これだとマジでね辻褄が合う。だからこれが正しい計算式かなって感じ。まあちょっと魔法戦士だけかもしれないんだけどねっていう感じになりました。でまず心のダメージの最強セットはこうなってます。バラモスブロスの心を入れてキンスラ、バラモスブロス、セルゲイナス、そしてキラーマシン、まあ、これが最大ダメージのセットです。ただ最強心セットというと話が変わってきます。最強心セットはゾーマを入れたパターンになります。キンスラ、ゾーマ、セルゲイナス、キラーマシン、これが最強セットです。でこれが何でかっていうと、まずねバラモスブロスを入れると素早さが389になります。でゾーマの心の強いところはこの基礎ステータスもそうなんですけど、素早さがね100超えてます。でゾーマを入れると素早さが453になります。でこっからまあ防具の凸とか、あとはアクセサリーで、まあ、10とか20とか漏れると思うんですけど、7章の雑魚狩りの必要なスピードって
450からまあ470とかね、そのくらいの素早さが必要です。なんでここで最強セットっていう風に挙げるのは象参りのね、素早さ450超え、まあ真珠とかで20とかつけてもいいし、あとはね逃げ逃げリングとかでも上げたら470とかね超えていける、これが最強セットになります。まあダメージもね、この 855.5 と 857 で、まあ、1.5 とかしか変わんないんで、ダメージがほぼほぼ一緒だったら素早さが速い方がね絶対的に強いと思うので、最強セットはこちらになります。いやという感じでね、まあ、結構学びがあった、めっちゃ編集時間かかったんだけど、またね新しい学びがありました。パラモスブロス一応登場シーンないかなと思ったんだけど、火力がちょっとだけ強い、ただ実質ダメージで言うと本当に 1.5 としか変わんないから、まあ実際問題ゾーマを使いたい、まあ、ゾーマ2個以上あればね、そういう感じはなってくるんだけど、まあ今回ね正確な数値で検証してね新しい学びがあったんで良かったです。あとはね運営さん、ゾーマ S 取れるようになんとかしてください。マジで運次第ではゾーマ S まだ取れてない人もいるし、何かしらのね手が欲しいっていうところです。まあ、あとは今回最強心セットがね分かったんで本当に良かったです。ギラバージョンもこっからやろうと思ってるんで、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございました。のっちTVでした。またな、バイバイ。